あのプッチンプリンがパピコチに変身？いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田だよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、江崎グリコより発売から47周年を迎えるプッチンプリンシリーズより、ビッグプッチンプリン、パピコチョココーヒー紅茶をご紹介したいと思います。こちら、2019年6月24日に期間限定発売したという商品ですね。プッチンプリンとパピコチョココーヒーの今だけの期間限定コラボレーションが誕生しました。生チョコで仕上げたチョココーヒー味のプリンに口溶けの良いカラメルを組み合わせ、パピコチョココーヒーの味わいをプッチンプリンで再現し、夏にぴったりの美味しさを仕上げています。またそのまま凍らせるだけでいつものプルプルとしたまた違ったサクもち食感を味わえますという、アイスのパピコとの食べ比べっていうのもねおすすめですということなんで、まあ、機会があったらやっていきたいと思います。生チョコで仕上げたチョココーヒー味のプリンに口溶けの良いカラメルを組み合わせ、パピコチョココーヒーの味わいをプッチンプリンで再現ということですね。ターゲットは20代以上の男女ということで、さあこちらね、炭水まずこうですね、183キロカロリー、炭水化物は 28.3g です。まあ、こういう風になってますね。洋生菓子です。こういう風になってもいいねと思うんですけど、こうなっております。で、乳成分です。 155g という、はい、では開けていきたいと思います。はい、コーヒーのね、いただきます。うん、お、あのチョココーヒー、コーヒーの味がする。うん、確かにチョココーヒー味のプリンだからね、ありって言えばあり、全然ありだよ。パピコに関してはあの以前あの紹介しておりますんで、そちらリンクを貼っておきますよ。うん、おいしい。うまい。あ、そうそう、これ裏がこうなってるんで、プッチン、これパチッてやると外にこう出ますね。うまいな。これこう流しても面白いね。イオンです。ちゃんとチョココーヒー味っていうのが出てるんで、はい、この動画が面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれば、また喜びます。では、